死の大地でユグドラの消息をつかんだ王国軍は早速進軍を開始し、いよいよ食材の門へと迫っていた。しかし食材の門は黒騎士レオンが黒騎士団を率いて守りを固め、さらにはバルダック砦にエミリを配置して王国軍を待ち受けていた。王国軍がバルダック砦にたどり着く頃、すでに帝国軍と刃を交えている者がいた。それは嘆きの谷で帝国軍に反旗を翻したエレナであった。砦が見えます。あれがキリエ殿が言っていた砦のようですね。あそこにいるやつ、あれはエレナじゃねえか。あのアサシ、砦の軍勢と戦っている。なんか苦戦してるみたいだぞ。申し上げます、砦を守っているのは奇跡機エミリアの空挺師団です。なんだって、それじゃエレナは帝国軍と戦ってるのか。とにかくここで時間を稼がれては姫様が心配です。我らも進みましょう。そうだな、行ってみよう。Yeah!
いで砦を攻略しましょう。よし、みんな行くぜ。来るなら来てみなさい、王国軍。みんな返り討ちにしてやるんだから。後で泣いたって知らねえからな。これが魔剣の力さ。
きますよ。
陥落しました。砦の向こうにでけえもんがある。あれが食材のもんか。ミルヴ様、話は聞いたけど、お前黒騎士の妹なんだ。あの黒騎士レオン、それがなぜ。今度こそ話してもらえるよな。私は兄にレオンが許せなかった。兄は敵だけでなく味方からも恐れられていました。兵士であろうと民衆であろうと、兄は一切容赦をしない。捕らえられた無抵抗の王国民にまであんなひどい仕打ちを。別人のようになってしまった兄、それでも私は見捨てられなくて。それで彼を討ち取ろうと思ったんだね。私は兄を止めるために特殊部隊に入り、機会を伺っていたのです。で、お前どうするんだ。もう帝国には戻れないだろ。兄を止めるためにもご一緒させてください。しかし、元帝国兵のフィレンをどう信用しろと。ジルバの特殊部隊員といえば皆盛況な暗殺者ばかりだ。我らの寝首をかかないとどうして生きれる。連中はそんな回りくどいことしねえと思うぜ。倒すつもりなら正面からかかってくるだろ。なんならこの件はユグドラに任せればいいんじゃないか。姫様、あいつがダメって言ったら外れてもらうとかさ。もっともその前にユグドラを見つけなきゃいけないんだ。そうですね、のんびりしている暇はない。ではエレナ殿、とりあえずキレンにも協力はしてもらおう。ただし裏切れば容赦はしない。大丈夫、裏切ることの重さを知ったから。黒騎士はこの先にいる。どの道決着をつけないといけないようだぜ。恥をさらすどころか王国の手先になり下がったか。兄さん、この黒騎士レオンを倒せると本気で思っているのか。妹だろうが何だろうが容赦はしねえぜ。かかってこい。エレナ、無理すんな。いい、大丈夫です。私が止めなければ。
レオン様。
調子に乗るな。
騎士団殲滅しました。最後の最後まで恐ろしい相手だった。私は兄さんを止められたのかしら。これでよかったの、兄さん。俺たちはガレオン監獄へ進む。エレナ、お前はどうする？貴殿は目的を果たした。もう我らに付き合う理由もないだろう。少しだけ時間をください。兄の亡骸を弔う時間を。それが済んだら必ず追いつきます。先に行っていてください。わかった。じゃあ行こう。うちは行かないよ。キリエ、この後に及んでまたわがままか。うちが来たのはあの王女様を助けるためじゃない。ミラノがあんまりドジだから心配で来てやってるんだよ。あ？そんなにあの王女様が良けりゃ好きにしなよ。行こう、アル。